本間聖一郎遭難の地境と三条木屋町下がる。本間聖一郎文久二年うるう8月20日は、越後国三島郡寺泊出身の勤労の志士。本間は、早くから江戸夜系で学び、尊老上位の思想に目覚める。彼の一族は、日本海側の人々の中でも裕福な家系で、佐渡奉行や大商人とつながっている。本間は、故郷越後から江戸に出て、 庄内藩の清川八郎らと信仰を結び、清川より一足早く刑に登って、薩摩や土佐に倒幕を説いた。しかし、理髪で、勝値気な気象の彼は、論争に強く事故の実績を課題に献殿していたため、薩摩や土佐の貧しい出の老子たちや、彼の存在を疎ましく思う同士が、彼に、しこたまの酒を飲ませてからの殺害を企てた。その計画にまんまとはまり、 同志の狂人に倒れることとなった。そのため、彼の力量、評価に値する成果を残さなかった。本間聖一郎が落命した場所には、本間聖一郎殉難の地という石碑が建てられている。大正13年、十五位を追蔵された。田尻左辺、造意書見伝造補版上特使造意年表 P52。ありがとうございます。